はい、こんにちは、じゅんです。ゆいです。はい、今日も大人気ゆいちゃんのレッスンでございます。ありがとうございます。はい、毎度おなじみ赤坂にあるマイコリングレンジに来ております。はい、動画の最後に新店舗の案内をそうさせていただきますので、最後まで見ていってください。お願いします。はい、今回のゆいちゃんのレッスンはロブショットでございます。はい、ロブショット、まあ、ロブショットね、私もよくラウンドでやろうとするんだけど、なかなかうまくいったなみたいなのが少なくって、まあ、トップしちゃったりとか、まあ、シャンクっぽくなっちゃったりとか、あと届かなかったりとか、うまく上がったけど届かないっていうのは結構多いなって思うんだけど、苦手な人多いですよね、うん、なので今日はゆいちゃんにロブショットどうやって打ったらいいか教えていただきたいと思います。お願いします。ゆい先生、よろしくお願いします。まずは後方から。はい、じゃあ58度で打ちます。はい、3度サンドウィッチか58度、とりあえず一番開いてるクラブがいいかなと思います。で、ロブショット基本はまずスタンスはオープンスタンスで立ってください。まあ、スクエアこれこういう形だとしたら左足を半歩引く感じがいいです。で、フェースこれスクエアだとしたら45度ぐらい開きます。で、この開くときにこういう感じで開くんじゃなくて、これ手元を動かしてフェースを右に向けてるっていう感じになっちゃうので、グリップをその場で時計回りに動かして45度開くっていう感じです。で、クラブの軌道なんですけど、オープンスタンスで立ってるのでインサイドからまっすぐっていうより若干アウトサイドイン軌道を気に入って打ってもらいます。これで気をつけてほしいのが、まずグリップ圧、結構打てるかな、どうかな、大丈夫かなって迷いながら持っちゃうと、すごいグリップ圧強くなってこう突っ込んで打っちゃって距離感合わないとかになっちゃうので、グリップ圧だいぶ緩めで大丈夫です。あとは方向なんですけど、例えばまっすぐ打ちたいときにフェースをまっすぐ合わせちゃうとこういう形になる、じゃなくてフェースは目標方向より右に向いてて、自分はオープンスタンスだから目標も左に向いてる状態、こういう感じで、このままアウトサイドインで打つとまっすぐ。おー、私フェースまっすぐ向けてたかも。結構みんなまっすぐ打とうと思ったら、こうやって持ってこういう感じになると、もうクラブ絶対左に。なるほどね。で、フェースは目標より右、自分のスタンスは目標より左で、アウトサイドインで、リンパーズ緩めて。なるほどね。そうだ。欲しいのは、まあ、体が起き上がらないようにする。これ体が起き上がっちゃうと、シャンクが多発してしまって、もうこれでもかっていうぐらい打ち終わるまで自分の体はアドレス取った時のまま、で打てます。はい、打てるようになったら。ピンまで近い距離のバンカーとかガードバンカーとかもこういう感じの打ち方でできる。できます。残り10ヤードぐらいのバンカー、よく距離感取るときは私はだいたい振り幅で変えることが多いんですけど、例えば、ここからピンまで10ヤードだったとしたら、10ヤードだったらもうこれぐらいで全然これでも大きいかもしれない。これが例えば20ヤードだったら、
振り幅でね。振り幅でやるのちょっと難しい、まあ、どれぐらいバックスイング上げてるかわからないっていう状態だったら、さっき45度開いてくださいって言ってたのをちょっとスクエアに戻す。うん、そして、そして前飛ぶんだ。前飛ぶ、うんうんうん、さっきよりもちょっとこう閉じてるいう感じかな。なるほど。とりあえずグリップ圧は弱く、目標方向よりベースは右で、自分のスタンスは左向いてる状態 で体を上げない、うんうん、うん、じゃあ、はい、じゅんちゃん、はい、やってみます。はい、体を開く、45度、そうそうそう、開く、これで、そう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 、おお、いいね、できた、いいね、なるほどね。私も合わせてたわ、向きをこう、フェースの向きね、フェースの向き合わせてこうやってた、うん、こうやって、うん、なるほどね。体を開いて45度フェースを開き、おお、いいね、できてる。それだけ今振っててもやっぱ13ヤードぐらい、ロブだから13ヤードぐらいしか飛ばないし、近い距離のアプローチにはかなりいいかなと思います。はい、はい、はい、ということで皆さん、はい、ロブショットの打ち方分かったでしょうか。分かったかな大丈夫かなおさらいすると、スタンスをオープンスタンス で、うん、でフェースを、うん、グリップを時計回りにしてフェースを開かせる、はい、大体45度ぐらい、はい、でそのフェースの向きは目標よりも少し右、うん、でグリップはだいぶ弱く、で打ち終わるまで絶対に自分の体を上げない、はい、意識してやってみてください。はい、最後にですね、ここのマイゴルフレンジはもうメンバーさんいっぱいなんですけど、7月に代官山にまた新しく、マイゴルフレンジ、マイゴルフレンジだよね、なんか、そうそうそう、マイゴルフレンジ代官山店なんだけど、はい、枠数がちょっと多分増えるんで、また興味がある方はぜひね、概要欄に URL を貼っておきますので、うん、新しく会員様を募集しております。24時間無人で練習ができるゴルフレンジでございます。はい、皆さんぜひ URL 見てください。はい、ということでゆうちゃんのレッスン終わりますありがとうございます。ゆうちゃん言ってみる、なんだっけ、チャンネル登録、うん、コメント、高評価、高評価、うん、お待ちしてます。はい。はい、バイバイ。